おはようございます。今日はね、今からちょっと美容院に行く日なんですけれどもね、今日はね、なんかちょうど夫の大輔さんもね、同じタイミングで美容院に行くっていうことで、まあ終わってからね、ちょうど時間が合えば一緒にどっか待ち合わせでもしていこうかねって。うちってさ、一緒に結婚して住んでるし、ずっと一緒に仕事もしてるから、マジで24時間一緒なわけよ。だから待ち合わせっていうのをする機会が本当になくて、今日もし待ち合わせしたらどんだけぶりだろう、1年2年ぶりとかになるかもしれない。ちなみに今こっち側でショート動画も同時進行で撮っておりますのでややこしいんだよなこれ。でさ、実は今日ね、3月14日なのよ。ホワイトデーなのよ。大輔さん最初それを分かってて今日に設定したのかなって思ったんだけど、多分ね、どうやらそうではないらしい。たまたま偶然この日だっただけっぽい。今年はさ、私ちゃんとバレンタインのチョコ作ったし、まあ簡単なやつだけど、バレンタイン焼肉にもね、連れてったし、いろいろまあバレンタインをやったわけだよ。だから、今年はホワイトデーちゃんと大輔さん返してくれるのかなぁ。まあ返してくれなくてもいいけど、返してくれたら嬉しいなぁ、みたいなさ、そんな感じなわけよね。かといってさ、今日ホワイトデーだよ、なんかちょうだいよっていうのもなんだかなぁ、みたいな。なんかそういう複雑な女心ってあるじゃん。こういうのをさ、さらっと嫌味なく言えちゃう人っているじゃん。ああいう人のね、コミュ力をね、見習いたいね。私なかなか言えないのよ、そういうこと。だから今日はね、普通に美容院に行ってイメチェンして、なんかいい感じにお出かけみたいな気持ちではいるんだけど、裏テーマとして大輔さんどこでホワイトデー気づいてくれるんだろうっていうテーマをね、自分のうちに秘めながら今日は一日過ごす。リップは最近ずっと愛用しているファシオ。このリップは本当に全イエベ春に勧めたい。めっちゃ顔色よく見える。ちなみに今日の服はシーインです。このワンピースちょっと形変わってて可愛いんだよね。服がプチプラでも、カバンとか靴とかだけでもしっかりしてるやつ持ってたら、なんか全体的にそれらしく見えるなって最近思ったので、今日はこっちのね、グッチのカバンに、足はちょっとマーチン合わせようかな。じゃあちょっと私先行ってくるね。じゃあ後ほどね。後ほどね。はい、気をつけて。ちなみに今日何の日か覚えてる？ウォルト・ディズニーの誕生日だ。行ってきます。はい、あれ今日めちゃくちゃ天気、風も少ない、珍しい沖縄にしては。そして今日も元気に戦闘機が飛んでいる。うるさいな、もう。今日服が雰囲気違うね。ああ、なんかゆったり。そういうのも似合う。ちょっと飽きてきちゃって、ちょっとイメージ変えたいなみたいな感じで、ちょっとインナーを入れようかなと。2年ぶりのブリーチ。でまあここでもホワイトデーの話になりまして、いやー今日大輔さん忘れてるっぽいんだよね、なんかさりげなく気づいてもらえる方法ないかなーなんて話で盛り上がってました。もともとうちって夫婦揃って記念日とかあんまりちゃんとやんないからさ、やっぱ思い出せないかなーみたいなね。ってことで久しぶりのインナーカラー、いい感じにイメチェンできて大満足です。リコちゃん今日も可愛くしてくれてありがとう。いい感じです。だいぶ雰囲気があるね、ほんとこんだけで。久しぶりにほんとイメチェンしたわ。ありがとうございます。ありがとうございます。今日そういえばバレンタインデーじゃねえや、ホワイトデーって知ってます？多分今嫁も美容室行ってて、この後デートするってなってるんですけど、忘れてると思ってるんですよ俺が。ホワイトデーであるけど、そこら辺でなんかいいケーキ買って、なんかここら辺あります？美味しい甘いもの。美容師さんとの会話の中でさ、ちょうどよくホワイトデーのこととか思い出してたら面白いんだけどね。どうだろうね。ってことでね、大輔さんと待ち合わせの場所に来てるんだけど、大輔さんがまだ時間かかってるみたいで全然連絡が来ないのね。ちょっとしばらく待ちます。ねえ、遅いよ。はい、すいませんね。はい。あれ、え、どう、カラー入れた？そうなの。いいじゃん、超久しぶりに。え、聞きされた風にしなくていいから。普通に声出せや。はいはいはい、いいじゃん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 。ありがとう。恥ずかしいな、照れる。いい感じ。はい、いい感じ。ご飯でも行こうかね。そうだね、お腹すいたもん。お腹すいた。行きましょう。ねえ、ところでさ、今日何の日か本当に思い出せないの？あ、結婚記念日付近。そんなんでわざわざこんな言うわけないでしょ。違いますよ、忘れてんのか。思い出すようにするわ。
デート中に。わかった、うん、ってことでとりあえず腹ごしらえにお気に入りのカフェカリフキッチンへ。海が一望できる抜群のロケーションの上にご飯も美味しいので、もう何年も前から通ってます、超常連。ちなみに大輔さんはダイエット中のはずなのにすごいボリュームのパンケーキ頼んでて、自分でデカっておののいてました。ここでもホワイトデーの話は出ないままとりあえずサクッとご飯済ませました。ごちそうさまでした。今さ、うん、同じカメラ持ってる旦那さんが、うん、あの このカメラでハト撮っててさ、うん、奥さんがハトなんて東京にもいるでしょ早くって言ってたそりゃそうだな。でも大輔さん、こんにちは。あ、写真撮ります。撮りたい、写真撮ります。あ、すごいすごい、エネルギーがすごい、エネルギーがすごい、みんな動画映っても大丈夫。すごい、大輔さん、はい、シーサーやばい、ありがとうございます。ありがとうございます。沖縄楽しんで、よかったね。パワーがすごい、パワーだね。若い視聴者多いのはありがたいことだな。本当ね、最近本当若い子に声かけられること多くて。あ、本当。いやだってさ、私なんか本当32じゃないですか。そうだね、32なのにさ、10代の子とかにさ、あー可愛いとか言われてさ、調子乗るよねそれそれ調子乗る。あ、ちょっと私可愛いのかもみたいなそれインナーも入れるわ、インナーいや、ところでね、うん、大好きさん、全然今日という日が何の日か思い出してくれないから言うんだけどさ。いやでもまだ今日終わってないから、うん、終わるまでの間に当てるわ。それで間に合うの？絶対、え、間に合う？絶対当てる。絶対当てないと思うわこれ。もう今日無理だわ。いや、絶対今日無理だわこれ。なんなのよ。ああ無理かな。なんなのよ、やる前から試合諦めてさ。期待しちゃった私がダメだったかな。そんな試合は諦めたらいけんって安藤先生が言ってただろう。安西な。誰だ？安西先生だ。安藤先生が。誰それ？下駄は脱げるまでわからないみたいな。名言なかったっけ。何それ。あ、なんだっけ、諦めたらそこで試合終了ですよ。あ、試合終了だ、それそれそれ、全然違う。安西だってもう誰の話、なんか大輔さんの母校の先生とかじゃない。違う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 、安西先生にちょっと影響されたタイプのさ。違う違う違う、俺の母校の先生は、うん、あるあの安間先生と岸場先生とアハゴン先生沖縄名字こうバイバイ。写真撮る、写真撮る、いいですよありがとうございます。こちらこそありがとうございます。ありがとうございます、嬉しい。沖縄楽しんでってね。特殊よね、このファンっていうさ、はい、関係性。うん、いつも思うわ。いや、わかるわ。会ったこともない画面の向こうで見てくれてるわけじゃん。はい、それなのになんでこんなにさ、ついてくれるんだろうってさ、うん、本当に感謝の意が本当、ね、感謝があふれ出すんだよね。 YouTube やっててよかったなって心から思う瞬間だから、もう道で俺たち見かけたら、たとえどんな状況でも、もう声かけて、本当どんな状況でも大丈夫。何それ、死にかけててもいける。あ、余裕だね。余裕、逆に復活するつってありがとう病院行けごめん、ずっと手ぶれ補正オフにしてたから、さっきまでブレブレだったかも。ああ、いいね。よくないよみんなずっとガガガガガガっていう感想をお見苦しいものをお見せしました。みんなそれに合わせて首動かしてるよ自分でそうそうそうこっちが合わせるスタイルみたいな。そう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 、自分補正でそんなチャンネル嫌だなって感じで、なんとなく夫についていく感じでブラブラと散策してたんだけど、なんかこの店入りたいって言うから入ったのね。今日何の日か覚えてんだよね。今日ホワイトデーなんだよね。だからちょっと今からちゃんまりにプレゼントを買おうと思うんだよね。いや、覚えとったんかい。もう演技うますぎよ大輔さん。このお店ね、沖縄の海みたいなすごい綺麗なブルーの陶器が売ってるお店で、前に見た時にすごく気に入っちゃって、今度買いに行きたいなーって言ってたとこなのね。あちらにも取れそうだったらちょっと取っといてっていう一言でまんまとお店を追い出されて、特に必要のない街並みカットを私は取っていたわけですよ、何も知らずに。ちゃんま、これホワイトデーのプレゼント覚えてたなんかさ、チョコもさ、小麦もちょっと肌荒れるよなと思って、うん、なんかちゃんまりが欲しいものをちょっと今日歩きながら一緒に探そうかなと思って、前からこれ欲しいって言ってたからちょうどいいかなと思って買いました。イエーイ、そういうことかだから言ったでしょ、思い出すよって自分でもう完全に忘れるって。マジでやった、ありがとう。マジだよ。はい、じゃあプレゼント、やったー、もらった
実はもう知ってて、うん、最初からもうあの美容室の段階で、はい、あの林さんと話してた今日バレンタインあホワイトデーだからどうしようっつってえ、じゃあさ、うん、朝私が出発前に聞いた時にさ、うん、もう分かってたの？あ、分かってたね。もう普通に前日からあのいくつかチェックしてたから、もう買いに行くとこ、疑ってすいませんでした。いえいえ、どうもこちらこそ。疑われてよかったです。逆に、うん、なんか上げがいがあったプレゼントの。視聴者のみんなは知ってるからね。もう私がじゃあさ、うん、あのもう同系のようにさ、大輔さん忘れてるって言ってるだけってこと？そう一方俺の方の素材では、うん、今日ホワイトデー何買おうかなって、林さんどっかいい店ありますとか言って美容師さんに聞いてた。あ、だからさっき私にさ、うん、ちょっと動画撮ってきてって思い出した。そう、あ、正解です。ピンポンピンポンピンポン。あ、そう、あって一度言うと不穏になるらしいよ、人間。何のために なんで不穏にする必要があったマジで。たまにそういうことするじゃん。するね。ね、そういう感じ。なんでだよ、ね、いたずら。ああ、はい。ね。ああ、やられた。ほら、それだ。やった、ありがとう。はい。嬉しい、これ毎日使おう。ね、あのあれに使おうぜ。あのヨーグルト食べると。朝のヨーグルト。そう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 。じゃあちょっと海沿い歩いて帰りますか。はい、はい、もうまんまと引っかかりました。本当に疑ってごめん大輔さん。このお皿大事に使います。はい、とまあそんな感じのホワイトデーでした。クスッと笑っちゃったらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。それでは今日の動画は以上です。バイバイ。